ウィリアム・ダグラス・ハミルトンサー・ウィリアム・ダグラス・ハミルトンは、イギリスの外交官。ナポリ駐在中に火山に関する著作を表し、その功績により1770年、コプリメダルを受賞した。古代遺跡の出土品の収集にも功績があった。その妻とネルソン提督のロマンスは、ビビアン・リー主演の映画、美女ありきで描かれた。ジャマイカの総督アーチバルド・ハミルトンの四男に、生まれた。 1747年から軍に勤めたが、1758年に最初の妻と結婚した時退役した。妻は1782年に死亡した。1764年から1800年までイギリス大使としてナポリに駐在した。ナポリ駐在中に火山や地震の研究を行った。ポンペイについての著書も出版した。遺跡の出土物の収集を行い。 その一部は1772年に大英博物館に売却された。その後も収集を続け、その一部は失われたが、貴重なコレクションを作り上げた。1791年、60歳のハミルトンは26歳のエマライオンと再婚した。ありがとうございます。